サムライズクロコです。今ですね、博多駅の方に着きました。生まれて初めてですね、博多の方に到着しました。こちらの方でですね、武田先生と早野さんの小さな会社の儲けのルール、ベストセラーですね、それが生まれた年ということでね、考え方の途中ですよね。で9年前にね、その、ホールを買いまして、で、創業を機にね、3ヶ月間はちょっとお客様が1人もいなかったんですけど、ようやくね、1人お客様、3ヶ月後に、ゲットできたからね、そちらもきっかけになったので、本日になってます。それが生まれた、武田ランチョスが、京成の高速が生まれた土地と、ね、いうことで、この土地をね、踏みしめるだけでもね、本当に感慨深いものになりますね。はい、これからですね、今日は、天神の方にですね、行きまして、ホテルを取りました。こちらのね、ちょっと下見をしてですね、夜の6時ですね、に、武田先生の事務所に、管理ね、一緒に交換させていただくと、ね、いうことになっております。はい、以上です。